どうも松本です。リュウジです。パッティレイです。うわっしょい、よろしくお願いします。今日はですね、極楽リラクゼーションスポットというところで、秋高田市というところに来ておりまして、そこにあります、神楽門前東寺村にやってまいりました。ここはですね、あの神楽が見れる温泉もあって、で宿泊もできて、でグルメもあって、美味しいものもあると、で日帰り温泉もできたりするんで、いいですね。結構あの地元の方もよく利用されている、場所でございます。お願いします。お願いします。どうも。こんにちは。こんばんは。お願いいたします。エグサさんです。あらエグサさんって肩書き何でしたっけ？今はですね、取締役統括部長という。取締役、ありがとうございます。家族一同喜んでおります。ありがとうございます。本当に、ありがとうございます。嬉しい。あのこちらのですね、神楽門前東寺村っていうのはどういった施設なんでしょうか？はい、こちらはの秋高田の伝統芸能の神楽を一年中お楽しみいただける施設となっております。一年中、すごい。ちんのね、そうなんです。ちょっと幻想的な、でも映画の舞台にもなりそうな、なる、雰囲気で。スピルバーグとか問い合わせなかったですか？ありましたよ。本当ですか？神楽は日本全国さまざまな地域でございますけれども、特にこの秋高田がすごく豪華な衣装を身にまとって、くるくるスピーディーに舞うんです。それが特徴で、そんな特徴なんですか？はい、ましたね。ここが神楽専用のおそらく日本最大の舞台、神楽ドームでございます。神楽ドーム。上りも立って。そうなんです。秋田方には22の神楽団がございまして。めっちゃ多くないですかそれ？そうなんです。割と狭い地域なんですけども、神楽団がこうひしめき合ってまして、その22の神楽団のこう名前がずらっと。なるほど。国技館でよう見るやつはお相撲さんの名前でしょ。すごい。その22の団が毎週末、じゅんぐり公演をしていきます。すごいね。めちゃくちゃ広いんじゃないですか。すごい。めちゃくちゃ広いですね。そうなんです。畳の席も桟敷席って。ここが最大2000人以上。2000人。うわ、立派立派。このステージもすごいですね。すごい。なんすかこれ。色とりどりの。これが天蓋というもので。これがないと神楽は始まらないというものなんですけども。そんな大事なものなんですか？そうなんです、いわゆる結界になりますね。結界、秋田方ではこう神人和楽、神と人が、和んで楽しむというのをモットーにやってます。共に楽しむ。そうですね、で、その天蓋の上から神様がご覧になって、この神楽を人と一緒に楽しんでおります。上から神様が。なんかこのステージから立ってさ、で皆さんの前でやるのはめちゃくちゃ気持ちいいじゃろうね。景色が、裏は見たことない、見たことない。特別に裏もご覧いただければ。すごい。うわ、階段とかって。そうだ、ちょっとここに段があるじゃないですか。はい、実はこれも、舞台の一つになってまして、ここに登って、ここから雲の糸みたいなのをシャーッと出すんです。ありますね、特殊効果。そうです。神楽も実は表にいる方だけじゃなくて、裏方もたくさんいるんです。うわ、そう、みんなで作り上げてる。そうなんです。すごい。裏が見れるって舞台の裏ないですよね。ない。どうぞご覧ください。うわ、すげえ。大道具とかいろいろ。大道具とか。あっこは何なんですか？これは上段と言われるところで、鬼が大体こう化けた後に、ここから姿を現す。いや、すごい。これはいいもの見せていただきました。神楽でですね、女の鬼が出てくるんですけど、それをヤシャって言うんですが、ヤシャ、聞いたことあります。もうその名前がそのまま
ついてます。ヤシャウドンっていうのが。おお、ヤシャウドン。はい。うわあ、来た来た。すごい。すごい。こちらがヤシャウドンのレギュラー。ありがとうございます。いや、美味しそうよ。赤いっすね、スープが。辛いんですか。そうなんです。ヤシャウドンはうまくて、うん、辛いうどんなんです。うま辛い。出た。大きいスペシャル、はい、でございます。でかっ。ネギも豚肉も、いやすごいたっぷり入ってますね。たっぷりです。辛さも2倍ということで、いやそうかそうか、うん、色が違うのかな、やっぱちょっとね、ね、まあちょっと見た目には分からんけども、うん、うまわっしょい。出た。ヤシャウドン最高です。あ、辛さもめちゃくちゃいい。ありがとうございます。あ、うわ、あったまる。あ、いいねこれ。松本。出た。うま。ちょうどいい辛さです。あ、ありがとうございます。確かにピリピリはするんですけど、でもあのこのスープの。な、味噌ですかこれ。そうですね、味噌がベースで、うん、その豚肉の旨味も溶け込んでますね。そうですね、豚肉の甘さと味噌の甘さがちょうどいい、ね、ほんま美味しいね、うん、本当にうま辛いっすよね、うん、はい、ネギもうまいっすねこれ。 ありがとうございます。秋田方のネギにこだわってます。あ、そうなんですか。シャキシャキよ。へえ、うん、水耕栽培でやってますので。水耕栽培ってあの辛みが少ないとなるって聞いたことあります。なのでこの量でもたくさんお召し上がりいただけるようになってます、うんうん、地元の産直市とかで、はい、葵ちゃんって名前で、葵ちゃん、はい、かわいらしい。結構地元の方来られますね。もうそうですね、多い方は週5、6日マジですか。まあその秋田方じゃないとお召し上がりいただけないんですけれども、はい、ご家庭にお届けしようかということで、はい、冷凍にはなりますが、はい、ヤシャウドンの通販を始めました。あららら、らそれ嬉しいっすね。どうすか売り上げは。あ、おかげさまでこの2年間で3万食を超える。すごい2年間で、いやそら売れるよこの美味しさは。こう岩戸屋さんということなんですけども、はい、こう岩戸屋って何か名前の由来があるんですか。あ、実はですね、この施設を作るときに、はいはい、山を切り崩したんですが、うん、その山を切り崩したときにできた岩で組んだ露天風呂があります。あ、なるほど、はい、でもちろん、天の岩戸という神楽の演目もありますので、そこにもかかってる、はい、失礼します。うわ広い。あ、広っ、広い、うわすごい。あー、いいですね。これラドン温泉。ラドン、はい、泉質が柔らかく、はい、肌にしっとりと馴染みますので。へえ。見かけではまた違った雰囲気のお湯が、おお、らららららら、確かにちょっと違った雰囲気。露天風呂、はい、行きましょうか。おすすめの露天風呂をご案内いたします。はい、うわ雰囲気ある、すごい、すべてこの山から、自慢の岩でございます。すごいこの石だ。おお、あらら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 、あらどーん、めちゃくちゃいいこれ、すごい気持ちいい。気持ちいい。いい、めちゃくちゃいい湯加減。いやちょっとここでゆっくりまた来たいっすね。ぜひ。いやすごいいい温泉でした。ありがとうございます。もうちょっと足だけだったのがもったいない。入りたい。ほんでこれ温泉入って、うん、で宿泊もできるということなんで、はい、あら、ここにある建物の2階は全部泊まれるところという、はい、全部入ることになることですよね。地図もあるんですけど、うん、結構広いですもんね。何部屋ぐらいあるっていうことですか。全部で25部屋ございます。だいたい100人ぐらいは一度にお泊まりができます。あ、いいっすね。間取りもなんかちょっと違ったり。そうですね、はい、うん、じゃあちょっとそこもご案内いただきましょうか、ね、この部屋ね、お願いいたします。お願いします。ではこちらでございます。はい、はい、宿泊もできるということで、いやいやすごいよ、はい、お部屋をご案内しておりますので、はい、あ、赤目の赤目なんだ、はい、トップ、おお、すごい旅館、いいっすね。旅館よ、ちゃんとすごい、すごいやん、こたつあるじゃん。掘りごたつやね。掘りごたつです。マジっすか。掘りごたつ、足をゆっくり伸ばしていただけます。めちゃくちゃいいやないですか。優しい。優しい。みかんかなんかあれば最高っすね。あ、いいですね。外もいいんじゃないですか。そうなんです。このなんかいいっすね、上から見えるっていうのがね、偉、ね、くなった気になる。
りしていただきたいね、皆様にね、本当に。ぜひ、はい、こちら、神楽門前、湯治村、お越しください。待ってまーす。